はい、伊佐洋里嬢さんの昭和搭載22センチです。お願いします。はい、こちらの昭和、今回出品の中では一番小ぶりなんですが、一番、まあ、私の大好きな声です。どの辺が好きなポイントなんでしょうか、一番の。まあ、ちょっとこの変則的な模様と、あとバランスのいい墨模様なんですけれども、まあ、本当トータル的に今まで出品して、さっき動画で、展示した声も、まあ、みんな本当今回は本当すごいいい声を並べたんですけれども、その中でも、こういった質体型、あと、まあ、反問こそちょっと癖がある模様ですけれども、こういったマニアックな模様私が大変好みですので、まあ、こちら一押しで、まあ、今回、撮らさせてもらってます。はい、墨際もすごいいい声ですね。そうですね、本当これを、まあ、本当好き好きですけれども、私が品評会もしこれを出した時、今回出した時、まあ、こちらを一票あげるかなというほどの、まあ、質をしております。はい、じゃあこれからまだちょっとサイズは小さいですけど、そうですね、楽しみですね。はい、このままね伸ばすのもよし、そうですね、このまま変化を、もう墨が出てるんでね、うん、ちょっと綺麗にして品評会に秋使っていただくのもよしっていう感じでしょうかね。そうですね、はい、はい、いろんな楽しみ方ができるんじゃないでしょうか。それじゃあ横の方もお願いします。はい、はい、大変墨紅白地と大変良質な質をしております。裏も綺麗で大変耐光のある鯉です。はい、これは今日鳥の鯉ですので、最後じゃあ好きなポイントをまた皆さんにアピールして終わりたいと思います。はい、お願いします。はい、本当模様は好き好きですけれども、他の面すべて兼ね揃えた一匹です。動画でどこまで伝わるか分かりませんが、本当おすすめの一匹ですので、皆さんよろしくお願いします。はい、伊佐さんおすすめの一匹です。こちら昭和搭載サイズが22センチ、おすすめ不明ですが、非常にこれからが楽しみな鯉です。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。